回の予想になります。何から話そう。枕はまあちょっとね、俺もまた競馬シーズン始めたんでね、他の競馬 YouTuber をねちょっと見てみたら、やっぱね、まあうちの動画にもコメントくれた霞健吾郎さんがね、すごいやっぱね、秀逸だったね、あの動画は。久しぶりに見たらまあ面白いっつうかね、勉強になったな。ゴールの時に前に倒れるあの的いいね、見せ方といい、あれはねもううまいね、やっぱリアクションの取り方が。本人も多分ねこういう裏事情話すとあれかもしんないけど、決まったって思ってるよ、あの前に倒れるのは。俺も見習わんとダメだな。俺なんてだってこの前新聞投げたんだけどさ、ムカついて、それ見えてないもんね、カメラに撮れてないもんね。自分の本当の感情でやってるだけだからさ、ダメなの、やっぱカメラ位置をね確認してやらんと。新聞投げても新聞映ってねえしさ、まだプロ意識がないね。そこら辺はちゃんとしないとダメだなと思ったね。まあちょっとね、この前動画上げたらね、久しぶりにアンチにコメントされてね、びっくりしたね。まだまだいるね、まだまだ湧いてくるね、童貞アンチが。下手くそとか書かれたからさ、まあちょっとね、女性の視聴者、上手って今日コメントを書いてください。喜ぶんで俺は。女性視聴者に上手とか言われるとね、喜ぶんでね、書いといてください。まあそんなとこかな。まああと今日ドバイワールドカップね、深夜やるからね。ほんとこういうのね、みんなと生実況一緒にやりたいけどね。楽しみだね、今日。だって土曜の、ね、この新聞、この表欄に大阪じゃなくてね、表欄はドバイの出走表になってるからね、今日。頑張ってほしいね。書けないけどね、俺は、ドバイ。あと何喋ろうと思ったっけな。まあ、この前出したね、動画、競馬新聞のことは全部言ったんでね、まあ、大阪への予想に、引っ張られるのが嫌だったんで、まあ、独自で出しましたんでね。まあ、新聞の方は、そっちを見てください。ぜひそっちを見てくださいね。そんな感じで。じゃあまあ、行きますか。じゃあ今までの本命成績。1着12回、2着5回、3着3回、着外31回。勝率 23.5%。連帯率 33.3%。副賞率 39.2%。単勝回収値102円。副賞回収値61円と。ギリギリになってきました。単勝回収値102円。ギリギリです。そろそろ来てほしいね。今週ぐらいは来てほしいよ。まあね、去年のね、大阪杯の動画、とても秀逸で、大阪杯の予想動画と実況動画の後のね、解説はほんと秀逸だったんで、まあ、見た方がいいと思いますね。去年の大阪杯の動画は。自分でまあ見てね、ちゃんと解説してるなと思って、かなりいいこと言ってるなと思ってね。まあそんな感じです。じゃあ行きますか。大阪杯。2019年、大阪杯、本命は、11番、ペルシアンナイト。オッケー、来たぜ。今週も穴から入るぜ。オッケー、行くぜ。まあまあね、俺も、でも、結構前から、この馬だなとは思ってたんだよね。指数、出す前からこの馬なんじゃないかなと思ってたんだよね。本命になる馬は。まあ人気全然ないけどね。今、5時ちょい前だけどね。6番人気。ちょっとね、全然人気ないけどね。でもこの馬でいいと思うけどな、俺は。まあみんなも知ってる通りね、この馬は休み明け走んないんでね。2走目爆走するんでね。まあいいと思うけどね。まあそんなのは別に指数には入れないけど、まあでも、これは休み明けがダメなのか、左回りがダメなのかね。俺左回りが良くないとは思うんだけどね。この富士ステークスも、まあ東京だしね。まあ中山記念はまあ置いといて、左回りでこけて、右回りで本来の力を出せるって感じなのかもしんないね。そうだと思うけどね、俺は。まあ、去年はね、中山記念からだったんだけど、今年は金古城からなんで、まあ、これも左回りで、まあ、俺よく頑張ったと思うけどね、この4着。相当差がある4着だけど、ひっくり返せると思うよ、エアウィンザーとか。わかんないけど、エアウィンザー、どう、まあ、エアウィンザーも強いけどさ、
相当いいと思うけどね、ペルシアンナイト。この馬から狙いたいと思ってるんで。あと何がいいかな、まあ、俺はリピート、将来的にリピートレースになると思うんで、ただね、今日は雨降ったじゃん。雨降ると、ちょっとね、パワーとスタミナ寄りになるんだよね。俺最近つかまあ、サツキショーもそういう傾向なんだけどさ、重くなるとダメだけど、明日俺回復すると思ってるんで、芝。だとしたら、まあ、マイラー寄りになると思うけどね。まあ、回復してくれたらね、マイル寄りになると思うけどね。だからまあ、去年はね、アルアインとか、ペルシアンナイトが来て、まあ、その後スワーブリチャードも、安田記念3着になってね。去年はもうマイラーが、スワーブリチャードがマイラーとは思わないけど、まあ、ペルシアンナイト、アルアインとかね。アルアインはその後、マイルチャンピオンシップで3着だし、こういう馬かなと思ってますね。まあ、ハービンジャーもいいし、問題ないし。まあでも唯一ね、心配なのはやっぱミルコが心配だね。もう今年本当に調子悪くてね。全然重賞勝ててないしね。重賞でずっと買い続けたら損するからね。デムちゃんは、今年。まあ去年、からね、調子悪くてね、去年の春から随分やられてるんだけど、まあね、デムちゃんね、ドバイ行けなかったからね、ここで意地見してほしいね、本当に。ドバイ行けなかったからさ、みんなもう日本来てた外国人ジョッキー出まくってるからね。世界のトップジョッキーがミルコだけね、日本で大阪へ出るんだからさ、まあここは意地見してほしいね。本当に調子悪くてな、日本人ジョッキーよりやばい感じだもんね。あと一人のね、ミナリクっていう外国人騎手ね、これやばいんじゃないかな。本当にやばいと思うね。これ全然成績悪いしね。阪神初めてじゃないかな、阪神芝。これはもう危ないと思うよ、この騎手は。この騎手は危ないと思うけどね。まあ、前の年よりは成績良くなってきたけど、ミナリク、これは相当怪しいんじゃない、この騎手は。ちょっとね、怪しいと思うけどね。他の馬行く？ちょっとね、ゼウスの選択今週ないんでね、どれも怪しい。高松宮記念のね、実況動画のコメント欄に今週は硬そうとか書いてあったけど、硬そうかね。俺全然わかんなかったけどね、オッズもどれがどんぐらいかとか全然よくわかんなかったからね。まあステルビオの丸山騎手ね、この前の前走見てみたらすげえ親の肩キッズほどムチ入れてたね。あれは笑っちゃったけどね。で久しぶりの浜中の浜ちゃん、俺のまあ一応あんま好き嫌い作らないけどね、騎手に。嫌いな騎手なんだけど、大丈夫かな、まっすぐ走れるかな、浜中の浜ちゃん。まっすぐ走って邪魔だけはしないようにしてほしいな。ちょっと毎回尺が足りないから、まあちょっと付け加えて、ちょっとね、じゃあ穴馬をね、自分が選んだ中で一番オッズが高い穴馬、まあアルワインですね。この馬はね、まあ去年も来てるしね。あとね、まあ嫌なところもある。カレーはちょっと嫌だけど、この馬はね、距離延長が苦手でね、まあディープだし距離延長苦手なんでね、前走金古賞はね距離延長で走ったんでね、今回はまあ同じ 2000m なんで、今回はまあいつも通り走ってくれると思うんでね。まあ内回り小回り大得意なんで、アルアインは穴だったらこれだなと思ってます。結構まあ上の方に取ってますね。まあでも本当すげえ今年はね、丁寧に予想できてると思うんでね。まあ、びっくりする7頭ではないかもしれないけど、まあ、本命がね、ペルシアンナイトから入ってるからね、そんなに、オッズもね、結構大きいのばっかになってるし、かけやすいね。穴から入る方が俺は。そんな感じでいきますよ。今週は。じゃあまあ、全印と買い目はいつものようにブログに載します。あと、新内競馬新聞の俺の選んだ9人。俺入れて10人の新内競馬新聞もブログに載せるんで楽しみにしててください。このチームで頑張ってるんでね。楽しみにしててください。
じゃあ実況動画も見てください。じゃあ行くぜ。 OK アプティミーケーマチャンネル、実況動画も見ろ。